アフターバーナー、アフターバーナー、アフターバーナー、A、B は、ジェットエンジンの排気に対して、もう一度燃料を吹き付けて燃焼させ、降水力を得る装置である。ガスタービンエンジンの理論空燃費は、空気、燃料がおおよそ15、1であり、熱効率やエンジンの小型化の面では、この混合比で燃焼させるのが、最も望ましいが、実際は6十1程度のリーンバーン。 薄い混合比での燃焼である。濃い混合比で燃焼させるということは、質量及び体積あたりの発熱量が多いということであり、燃料ガスが高温となる。21世紀現在の技術では、高速回転による遠心力と圧縮、膨張するガス圧力にこしながら、高熱にさらされ続けても耐えられる、強靭なタービンブレードの製造は極めて困難でる。 そこで燃焼に消費するよりも多めに吸入した空気の一部はタービンブレードや燃焼室といった構成要素を冷却するために利用され排気等内でも高温の燃焼ガスを取り巻くようにして排気れる。ジェットエンジンのコア部分からの排気が冷却用空気によって希釈されるため理論空燃比に比べると薄い混合比で燃焼することになる。そのため 燃焼室とタービンを通過してきた排気には、吸気時の約75%の酸素が残る。十分に酸素を残した高温の排気に対して燃料を改めて噴射し、燃焼させることで水力を最大で約50%増加させられる。これがアフターバーナーの原理である。燃焼によるエネルギーをほとんど回収しないため、燃焼効率は極めて悪いが、 大掛かりな装置を必要としないのが利点である。アフターバーナー部は、ジェットエンジンの圧縮機と燃焼室、膨張タービングで構成される、コア部分とエクゾーストノズル部の間に位置している。エクゾーストパイプ部分の冷却のために、円筒部分が二重構造になっているものもある。エンジンコアのタービンからの、ハイガスは高速流であるため、アフターバーナーに適していない。 流速を局所的に低下させるため、複数個のフレームホルダーが設けられ、火炎を維持して燃焼が持続するようになっている。フレームホルダー上流側や、フレームホルダー内に燃料ノズルが複数個開口しており、噴射された燃料が素早く累積状から霧り状になるよう工夫されいる。フレームホルダーには2箇所程度に点火プラグが備わり、アフターバーナー動作時に、 燃料噴射の直後に添加される。また添加プラグを持たない形式では、コアからの排ガスが希釈されず、高温のまま直接吹き付けられる。そのため、タービンブレードなどが満足に冷却されないので、耐熱強度が高い素材であっても、ブレード類の寿命はかなり短くなる。アフターバーナー使用時には、排ガスの圧力と流速が大きく変わるため、推進力を 最適化するためにエクゾーストノズルの構造を可変式にすることが一般的である。主に戦闘機と超音速爆撃機は装備しており、旅客機では超音速輸送機のコンコルドとスポレフツ -144 に止まる。アフターバーナーは大量の燃料を消費するため、降水力が必要な時のみ使用される。爆撃機や旅客機の場合は、離陸時と超音速飛行時に、 戦闘機の場合はそれに加え、戦闘機同時にも用いられる。F-15 は、ミサイルなどの武装を一切搭載せずに巡航速度で、飛行すれば数時間は、飛行可能だが、アフターバーナーを全開にし続けると15から20分で燃料を使い切ってしまう。従って通常このような装置が装備、使用されることはないが、以下の条件時に、この非効率的な補助装置が使用される。 1. 1機体の重量や設置空間に厳しい制限がある。2. 高出力が要求される機会が限られているため、エンジンの定格を大きくすることが非合理になる。例えば、戦闘機で空中戦を行う場合である。逆に、一定の出力で使用することを前提にしている。商用の発電機や民間の一般的な航空機では使用されない。軍用であっても、船舶、 車両での使用においては、クラッチの切り離しや減速歯車の使用で対応する余地があるため、使用されない。またターボファンエンジンがターボジェットエンジンに比べて低速向けになってしまったため、ターボファンエンジンを搭載した戦闘機は音速飛行時においてもアフターバーナーが必須にな。ターボファンエンジンはファンからの排気が燃焼に関与しないため、排気に含まれる。 酸素量が多くなる。そのため、アフターバーナによる出力増大効果が大きい。出力増大効果が大きいということは、出力増減幅が大きいことを意味し、過酷な飛行状況への適応能力が高いと言えるため、戦闘機にターボファンエンジンが導入されている理由になっている。最近では、ジェットエンジンや機体の技術革新に伴い、 ロッキード・マーティン社の F-22 戦闘機がアフターバーナーなしでの超音速飛行を可能にした。アフターバーナーという名称は本来 GA 社によって商標登録されているため、同社のターボジェットエンジンに装備されているもののみを指し、見る規格によると、この装置の用語としては、オーグメンター、オーグメンター、水力増強装置を用いるのが正しいとされる。また、 ロールスロイス社のジェットエンジンにおいては、リヒート、リヒーター、リヒートジェットパイプ、再燃焼装置、フラットホイットニー社は、オーグメンタ、オーグメンタ、ー、水力増強装置という言葉を用いている。なお、熱力学一般には再熱器、リヒーターという言葉があり、蒸気機関においては、主タービンを駆動した後の蒸気を再度加熱し、場内電力のためのタービンを駆動したり、 補機駆動に用いたりするが、ベッドの燃料は用いず、余熱を利用する場合が多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。